みかんマドンナ橋川美希です。よろしくお願いします。イエーイ。
あるんですよ。おお、ある。はい、皆さんよろしくお願いしますね。わかってますよね。お願いします。みんなわかるよね。はい、でも本当にね、他にも美味しいものたくさんありまして、はい、そうです、皆様の左手にいれば、はい、卵焼きです。卵焼きと、あ、卵焼きじゃない、卵焼き、こちらもね、松風、あ、違う、早風、風早、風早、いきさん、違う、カチカチ、風早さんのね、そういう包丁を風早とよく呼ぶんですけど、そうそちらで取れた鯛の出汁を使った鯛の出汁を使った、そう、卵焼きとか、焼き卵、そう、あと鯛飯もございます。ここにいる人たち強制ですので来てください、はい、お願いします。